こんばんは。今日はですね、鹿児島からの、芋けんぴを送っていただいたりしまして、亡き私の母が、芋けんぴ、大好きだったんですので、このお供えをしたところなんですけども、もうお盆が近づいてまいりましたらば、やはりこの昔のね、この本当にいろいろこの私 の、 生きておりますのも、本当に不思議なことでございまして、そして、お伏せ文献がこうやって私たちに伝わったということは、本当にこの奇跡だと思いますですね。そのあたりのことを、もう少し、小笠原家、そして、松本義之助先生なんかのね、ことを少し触れて考えてみたいと思います。それでは。私が、今、生きておりますのも本当に不思議なことでございますが、この骨末伝えなど押手文献が今に伝わりましたことも、私たちが今こうやってこの勉強をさせていただくことができるのも本当に不思議なことでございます。それにはやはりこの、宇和島の、小笠原家ですね、この、小笠原家、特にこの、長広さん、長竹さん、そして、京都のその、前段階で、小笠原家が、この骨末祭に遭遇したというのは、京都の、小笠原道政さんが端緒だったわけですけども、この小笠原家というものは本当にこの押手文献のこの、現代の伝承につきましては非常に大きなこの功績を残してくださっております。先年、宇和島の、小笠原家の墓参に参りました時、この、右下ですね、小笠原長竹さんのお墓に、お酒をお供えして参りました。本当にこの小笠原長広さん、長竹さん、本当にこの一生懸命この尽くしてくださったということが本当にこの感謝でございます。特にこの小笠原長竹さん、長広さんのおいっ子にあたるんですけどね、小笠原長竹さんというお方を本当にこの相当勉強を一生懸命なさってくださってます。小笠原長竹さんの残してくださったこの手稿ですね、手稿本、こんなにたくさんございますんですね。それで、この何十冊とあるこの中から、私の目から見ますと、この、三書の比較というものがございますね。この、表のとこ、表というかこの一段のところの、上から二段の左から四番目、三書の比較とございます。この三書の比較というものが、27ページにまで、ある、この書き連ねた、手稿本なんですが、ここに、2枚目のところを出しておきましたけども、この、骨末伝えと、それからこの日本書紀あるいは古事記なんかとこの、比較しようというそういう試みなんですね。右のところを見ていただきますと、二域の御事のこのお歌、これはまあ日本書紀しか出てないので、この、骨末伝えとそれから、日本書紀と比べたというところですね。そして真ん中の段の彦御穂御事の、お歌のところですね、これは、三種の比較となりますね。おきつとりかもつく島に我が稲し芋はわすらし、
世のことこともというところですね。この歌が日本書紀ではこうあるよと、そして、古事記ではこうあるよと、こう、同じ、内容のところをこうやって比較しようという試みなんですね。これは現代研究への本当のこのきっかけ、端緒なんですね。これがあったから、だから松本先生はこの仏末祭あるいは三笠文も同じく言えるわけなんですけども、古事記日本書紀の原書だと、古事記日本書紀よりも前に書かれたものだと、これが原文比較をすることによって、はっきりこの根拠としてわかると、これが最も大切なことなんですね。まあそういったことで、先人のこの功績を称え、そしてこの、本当にこの感謝を捧げたいと思うわけですね。大賀ハスが近くにございまして、これは縄文というか弥生時代あたりのこのハスの実がこの遺跡から取れまして、そして、現代にこの復活してこの栽培されているんですが、このお花がですね、また綺麗なんですけどね、このそしてこのハスの実、この右の上ですね、この蜂巣がですね、種が このぐらいしかないんですね。やはりこの、早い時代の古い時代のハスは、実も少ない、小さいんですね。しかしこの香りがですね、とってもよろしいんですよね。そしてこの大賀ハスのこの香りを嗅いだりしますと、この押手時代の雰囲気がそこにこう現出してくると思うんですね。そういう香りに包まれていますと、押手時代のこの雰囲気がこう何かわからない言葉が解けるんじゃないかなんてね、そうやって、ちょこちょこ、大賀ハスを見学に行ったりしております。さて、仏末祭が、古事記日本書紀のこの、原書だと、元だと、古事記よりも日本書紀よりも古いんだということを、松本由之助先生がこうやってもうすでに昭和48年に、このように、書籍として出しておられるんですね。これは、事務天皇記のところだけについてこの原文比較をしたということです。つまり松本由之助先生の本当にこの評価すべき、お仕事といいますのは、発見をなさった、現代発見をなさったということも、一つ、これは確かに大きいんですが、さてさて、そのまた、並んでですね、この古事記日本書紀と比較したら、仏末祭の方が、あるいは三笠も言えるんですけども、古事記日本書紀のよりも古いんだ、寛訳前の原書だということが言えるわけですね。この研究の基礎を築かれたということですね。要するにこのないところからですね、この誰もこの気づかない、こんなものと、ね、この当時昭和46年なんて、今でもそうなんですけども、偽書だ偽書だとかね、新代文字だなんてね、もう全くもう今で、少しはこうね、振り向く人も出てきてはくださってますが、それには松本由之助先生は危機の原書だということをちゃんと発見なさったからなんですね。それにはまあ遠く小笠原長武さんの端緒もあったことは言えるとは思いますが、やはりこの古事記日本書紀と原文でガチッとこのね、比較をする、そしてそこから危機の原書だということをこの根拠として見出すと、これは大きなお仕事なんですよね。そういうことなんですね。結局松本由之助先生の大きなお仕事、これは発見と危機の原書、その位置確認を、なさってくださったということですね。これにてこの、偽書だ偽書だと言われないで済むわけですよ。これは危機よりも古いんだ、危機の原書だというわけでしょう。ですから格式が整ったわけですね。つまり危機の原書なのだから、だから、だからここから考えていかなければならない。古事記よりも日本書紀も古いんですよ、ね、ですから、我が国の本当の古典というものが、これなんだということがここに根拠を得たわけですよね。それが松本由之助先生の大きなお仕事、ですのにですね、もう昭和40
ねえ、相当古い時代にそのもう流行って印刷物として、こう誰でも分かるようにしてあるのにですよ。なのに、機器の元のようだなんてね、言ってる人が未だにもいてるんですよね。ちょっとね、何十年も遅れちゃっててね、ちょっとね、何なんでしょうね。そんなこと言ってるから、まあ外国人で変な人たちがまあ喜んじゃうんですね。あの人たちのもう思うツボになる。外国人が遠目に伺って、あんなと言ってね、変にこの論評するような態度でしょ。それはどう見ても私としてはおかしいと思いますね。我が国の古典なんですよ。私たちの大切な古典、天照神の哲学が、世界観が、もう本当の文明の根幹がこの押しての文献にある。その大切なことが機器の原初だという根拠を松本義之助先生が、はっきりと確認してくださった。このご功績をですね、これをないがしろにするということは、どうしようもないと思いますね。そんな人は松本義之助先生の、からこの教えを受けたなんてね、それはまあちょっと言えないと思いますね。私といたしましてはね、どう考えても言えないと思いますね。さて、この松本義之助先生のこの、三種の比較をなさった、これが、左側がこの、1ページですね。その、こういう感じで組まれたわけです。上の段にちょうどこの定本法末さえと、全く同じ、想定に、組み方になってます。しかしよく見ていただきますと、やはり、発磨、文字といいますか、押しての字はですね、この時はまだ発磨文字という感じですかね、ガチガチしてましてね、その、やはりちょっとね、どうなのかと。それから甲冑の付け方もなかなか、やはりこの、歴史仮名遣いこそ正しいというふうなこの感覚がまだ抜けきっていない。その押し手時代の、この仮名遣いというものは歴史仮名遣いよりも古いんだ、ね、この歴史仮名遣い以前にこの仮名遣いも、遡って考えなくちゃならないという、ところについて、なんかはまだちょっとこの、漢字国字化時代以降のこの残差が、残っているわけなんですけども、それはまあいろいろ小さなことを見ますと、多くあるんですけども、まあそれは仕方ないとしますと私は考えますですね。なぜならば、やはりこの「古事記日本書紀」のこの漢訳文への翻訳の前のこの原書であると、この、はっきりここによって見定められたということが、この書籍の、最も大きな役割なんですね。つまりこれは、そうしてですね、古事記日本書紀の原書だからと、こう定礎がね、礎ができましたらばですね、じゃあそこからどうやっていこうということなんですね。評価はこのそういったところのですね、どういう仕事なのかという、そういうところから評価を、きちっとしなくてはいけないわけですね。小さな先人のですね、功績に対して、それはまあいろいろございますよね。小笠原長武さんもね、三種の比較をな、ちょっとなさったというけども、発磨、文字じゃなくてもうね、仮名にやってるしとか言い出すとこさきりがないんですけども、その、細かいことは置いといてですね、先人の功績に対してこの、押してから国学をこの立てていかねばならないという大きな目標に向かって、じゃあその大きな目標に対して、どういうお仕事をなさったか、そういう観点から正当な評価をきちっとして、それでこそ後の人から一目置かれるようになるのではあるまいかと思いますね。あらさかしなんかばっかりやってては、それはもう、アイヌ賭けという言葉があるんですね。発磨の8の87、これがですね、アイヌがですね、この天狗にね、直訳するとどうもなんだかね、意味が通らないなと、ずっと私は思ってたんですけども、この、一昨年発見されましたこの、三笠文、若歌のあやですね、ここからですね、これはアイヌ賭けと、いうふうに意味を取ると、これは意味が通るんじゃないかということが、やっと、一昨年
から分かってきたという愛の賭けでした。さて、そういうふうにこの殿をしてという、ものはですね、ちゃんとしたこの、仕事を立ててくださったことに対してリスペクト、尊敬、尊重をするということですね。この大きな目標に対して、こういうことをしてくださった、これは評価できる、そういうことですね。そういうプラス面でのこの相乗効果の良い意味、これが、スパイラルでこう上上良い方へ良い方へと行くのが、これが殿をして殿の教えですね。ですのでこういったこの、正当な評価、大きな目標に対して、どういう、功績を立てられたのか、そういう観点から見ると、これが、大切なことではないかと、私は、思うわけでございます。本当にね、この、松本義之助先生もそうですが、まだまだこの、私にもこのあまりよく分かってないような方で、この、先人の功績というのはいろいろございます。この危機現象をしてをこの出版するに、すりますにあたっては、松本富士子さんが、ね、このポンとこの印刷票を出してくださったことから、これも実現しましたし、それから、押してのフォントをこの押してフォントをこのですね、この、作るということにつきましても、やはりこの力添えを松本富士子さんがしてくださっているので、筆もあつらえ、紙もいっぱい買い、それから、ソフトも買ったりでですね、それからパソコンもですね必要だったわけですから、そういったことは、まあ、その多くのお方がやはり、協力してくださっているというのは本当にありがたいことだと思います。そして後のようにですね、そのいろんな意味でこの評価が、なされていくと思います。それには、との指定に基づいてこのどういったこの貢献をなさってくださったかということから、そういったこの道筋において、リスペクトというかね、この尊敬尊重が、なされていくことではないかと思いますね。おぼかたさんの件につきましても、本当にもうなかなか大変なことではございますが、どんなことがあってもおぼかたさんはやっぱり、医師にかじりついても命を、投げ打ってもやはり、この研究に邁進なさってくださいますようにお願いいたしたいですね。と言いますのは、この、新たな分野と言いますのはですね、本当にこの、解明開拓にはこの非常にこの従来の常識では理解が及ばないという場合が多いわけですね。そういうことでこの、なかなかこの理解ができる人が少ないんですね。それは押して文献で全くそういうことは同じことでして、評価するということにつきましては、この、評価者がですね、その当該分野でのこの専門的なこの、知識理解レベルがそのある一定以上ないと、この評価のできる、できようがないですね。つまり押して文献で、専門家と言えるにはですね、やはり、イロハの井のですね、押しての、48音図はちゃんとこのすらすら読み書きでき、そして、ある程度1あやから、まあね、あの2、3あやぐらいはこの丸暗記して、読み書きが完全にできる、朗唱できると暗唱できると、まあそのぐらいは当然のことだと思いますんですね。やはりこの最低限のこの専門家に通じるあたりのこの、素養がないと、評価のこの評価者になるということ自体がやっぱり無理だと思いますね。まあそういうことでございます。どうぞこの押して文献というのはもうまだまだこの発見されて、そして現代研究が始まって、もう40年ぐらいは経ってはおりますけれども、その、忘れられていた時代がですね、千数百年とあまりにも長いのでですね、その間のこの全くこの忘却されてた、間のですね、この、忘れられた常識というものをどう再構築、どう、復活させていくかということについては、まだまだ40年ではなかなか難しいことなんでございますね。まだまだ、
呪術にはおして考古学の呪術にはなかなか、骨なことであると思います。さてさて、それならばですね、押して、学会を作ってはどうかですね。このことは当然やらなくちゃいけないんですけども、それは、将来的にどうしてもやっていかないくっちゃいけないことなんですけども、過去にはですね、ホツマ学会を作ろうというそういった呼びかけもあったことも事実です。今からもう20年以上前ですかね、その当時なのでですね、まあ今更にも輪をかけて押しての字も読めない人がばっかりなんですね。そういう人たちが、集まってですね、ホツマ学会を作りましょうと、まあ、そういうひどい話、だったんですね。そういう話は実際ちょっともうね、どうしようもないなとは思ってたんですけどもね、その、大切なですね、この押し手文献を直訳義書の終身殿にですね、貶めて、流布しようという陰謀でしかありえないんですね。それはどうしても天照神のお心とはこの全く反することになってしまうんですよね。まあ、そうは思いつつ、まあ、前進の一歩になるかならないか、まあ、声がかかってきたので、まあ、一応、東京の、ね、学士会館ですね、この東京大学のところですね、この一応顔出しはしてみたんですけどもね、やはりまともに推進できるような形のものではやはりなかったですね。本当にね、この押し手がちゃんと読めて、押し手の素養がこうそこそこね、こう整ってる人たちが集まって、さあそれじゃあこうやっていこうという、そういうねガチッとしたもんですとですね、その押して学会もね、学会も作る、ホツマ学会でも何でもいいんですけどもね、この学会も作る必要はあるとは思ってるんですけども、まあ今のような状況、もう40年来のこういう、雰囲気ですね、直訳すればもうそれでいいと思ってる人が多いので、まあ、そういったことから考えますと、誰でもフリー入会 OK というふうな、そういう形の学会じゃいけないと思うんですね。最低限そうですね、今古事記ですと古事記学会、それから万葉集ですと、万葉学会ございますけどね、それなんかはまあ、誰でもですね、お金さえ入会金会費さえ払えば入会 OK なんですけどね、しかし、私たちがやっていこうというこの押手学会につきましては、今の状況を考えますと、最低限にこの、入会に関わるこの事前審査を経ないといけないなと思いますね。押手の文字が読める、それからある程度読み書きができる、それから直訳のね、終身殿というものはこれは具合が悪いと、そういう判断ができると、まあ、その辺のことが分かって、初めてこの押手学会なんかのね、入会、のこの審査 OK、ね、資格ができると、まあ、そういうことじゃないかと思いますですね。ですので、やはりこの地道にこの天という神のお心にこの添えるような、沿うような、そういった形でその、進めていくということでしかないんですね。どうぞその辺のことをよくよくこの、お考えくださっていただきたいとお願い申し上げます。